地下3階ね。なんか出そう。今なんか落としなかった。もしもし、誰かいるのか？ わからない。なぜだ？天才の僕にわからないことなど。おい、ジーニアス。ジーニアスってば。え？あ、なんだよ。 幽霊や白いワニの正体はお前だな。なんだそれは。僕はただ調べなきゃならないものがあってたな。調べ物？こんなとこで何を調べるって言うんだよ。それは秘密だ。ふーん、秘密なんだ。ってお前やっぱ悪いことしてんだろ。違うと言っとるだろうが。 分かった、教える。秘密を教えるよ。本当か？天才は嘘はつかん。そんじゃお前が今出てきた壁の中に入れてくれよ。あ、 数百年前？我々より前にここに町を築いた人間が描いたものだろうな。よくわかんねえけど、すっごく古そうだな。僕はこの壁画を調べていたんだ。ヒントを得ることができないかと思って。何のヒントだよ。 人間と妖精が共存できる方法を探すためのヒントだ。人間と妖精が共存？ なんだ、人のことジロジロ見て気持ち悪いやつだな。お前、実はなんかすごいこと考えてるやつだったんだな。
当然だ。僕は天才だぞ。まあとにかくだ。この壁画、お前はどう思う？え、そうだな。全然わかんねえ。お前に聞いた僕が間違っていた。わかった。説明してやる。まず、この一枚目の壁画だが、何が描かれている？太陽と月かな？そう、その通り。太陽は昼、月は夜を表している。そして、この二つが我々の住む大地、古い言葉で言うトゥトワスを循環している。つまりこれは大地の秩序を表しているんだ。そして2枚目。これ全然わかんないや。芸術ってやつ？この壁画に描かれた4色の光、これは火、水、地、風の四流を表す。そして二つの目、これこそほとんど知られていない究極の流。知られていない流？そうだ、四流を超える強大な力を持つ僧侶、金流と銀流を表しているんだ。竜たちは塔と森を見守っている。塔は英知、森は調和を意味する。へえ。ちなみにこの壁画では僧侶、金竜と銀竜が一緒に描かれているが、一方の竜が目覚めている時、もう一方の竜は眠りにつくと言われている。だから前時代の人間たちは金竜を太陽の竜、銀竜を月の竜、そう呼んでいたらしい。さっきの太陽と月はおそらくこの竜たちのことでもあるんだ。ほう、なるほどね。お前本当に分かってるのか？まあいい。最後が問題の3枚目だ。これは、これは人間の終わり、いわば世界の果てを描いた壁画だ。世界の果て？夜の闇の中、銀竜が人間を皆殺しにしている。昼と夜が入れ替わる時、全ての人間はいなくなってしまう。僧侶は人間を滅亡させる。それを表した壁画だ。人間が滅亡？冗談じゃないぜ！なんでそんなことになっちゃうんだよ！妖精との共存どころじゃない！恐ろしい絵じゃねえか！このことは誰にも秘密にしてほしいんだ。もしこんなことが知られたら。ああ。この三枚の壁画を解釈した結果、何らかの原因、おそらく大地の秩序が歪んだ時、金竜と銀竜が交代する。いわばこの世界をリセットしてしまうんだ。監視者は大地の秩序。どうしてお前がそんな言葉を知ってるんだ？なんかお偉いさんの会議に呼ばれた時、ルシオンって人が言ってたんだ。竜は監視者だって。そんなバカな。彼はどうやってそんなことを。確か古文書で調べたって。バカな、ありえない。城の文献なんて僕がとっくに全部調べてる。少なくとも
ちょっと古文書を漁ったくらいで竜は監視者だなんて結論にたどり着くはずがないんだ。そうなのか。この結論にたどり着くまで僕がどれだけの苦労を。どうした。待てよ、そうか、器。そうだ、それなら人であればこそ業を背負う。ではなぜ竜を封じたんだ。おい、一体何のことだよ。まさか今こそが歪んでいると。そしてアルガンダースもまた。引き返せないのかもしれない。だがしかし、僕はできるだけのことをやってみる。ああ、よくはわからないけど、頑張ってくれよ、ジーニアス。ありがとう。ジーニアスもただの変なやつじゃなかったんだ。